マジック点灯も依然白熱の優勝争い。今年最大の山場11連戦を7勝4敗と勝ち越したホークス。我らが主砲ギータも連戦でホームラン4本。調子を上げてきた。多少は触れてきたかなっていうのは思いますね、はい、自分が打てば勝てると、自分の中で思ってプレーはしてます、はい、そして昨日の試合でも渾身のガッツポーズ。 V 奪還へいよいよラストスパート。だスポーツキューブ池田千佳房さん、はい、そしてスポーツジャーナリストの小鉄さんとお伝えします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ先週マジックが点灯しましたが、まだまだこう優勝争いが続いてます。いやもうなんか苦しい、ね、毎試合毎試合でもここに残っているってことが幸せなんですけど、なんせ勝つしかないですよね、うん、はい、はい、そんな中勝敗を左右する打撃を見せてくれているのがこちら柳田選手です。打撃のキーマンに小鉄さんが今の心境を直撃しました。最高、新しい。まず11年生お疲れ様でした、はい、はい、いやもう疲れました。疲れたんですけど、まあ、やっぱオリックスに3つ負けてしまったんで、まあ、そこが悔しいです、はい、ホークス今年最大の試練、シーズン終盤の11連戦は7勝4敗と藤本監督の目標通り。その勝敗を左右したのが柳田選手のバットでした。やっぱり柳田選手が打ったら勝つっていう流れになってると思うし、はいはい、まあ、それはもちろん思ってますし、はい、自分が打てば勝てると思ってプレーはしてます、はい、11連戦での柳田は打率2割8分2厘4ホーマー9打点。柳田がホームランを放った試合はいずれも白星でした。徐々に当たりも戻ってきたようですが、優勝を争うバファローズ相手には最後の3連戦で12打数2安打、チームも3連敗と大いに苦しめられました。9月になってやっぱ少しホームランも出だして、はいはいはい、上がってきたのかなって思いますけど、それはたまたまなんですけど、まあ、バットは多少は触れてきたかなっていうのは思いますね、はい、足の怪我で長期離脱した2019年を除けば、レギュラーとなった2014年以降常に打率3割台をキープしてきた柳田。今シーズンは左肩の怪我や新型コロナによる離脱など試練が降りかかります。あんまり言わないと思いますけど、はい、裏では試行錯誤すごいしてるんですよね。いろいろやってますけど、それで簡単に打てれば数字は残りますし、打てなかったからこういう数字なので、心が折れたりとかそういうシーンってのは、いやもう折れかけまくってます、はい、とはいうものの、11連戦の2戦目では試合を決める先制スリーランホームランを放ち、迎えたヒーローインタビューではこんな発言も。どんなことを考えながら毎試合戦ってますか？いやもうハラハラドキドキ、はい、そんな感じです。あの心境っていうのは、はい、楽しいのか、それとも早く終わってほしいという心境なのか、うん、どっちもありますよ。優勝を決めたいという気持ちもありますし、どっちもですね、はい、でこの混戦ですけど、はい、柳選手が入ってからですと、はい、やっぱ2014年がちょっとやっぱり印象に残ってるのかなと思いますけど、はいはいはい、あのシーズン覚えて、覚えてますね、うん、2014年柳田4年目のシーズンは9月に入ってバファローズとのデッドヒート、最後の直接対決をホークスが制し、ゲーム差なし、勝率わずか2厘差で優勝を決めました。一番やっぱりあの時嬉しかったっていうのは記憶にあるんで、こうやって苦しい思いをすればするほど、いい結果が出た時っていうのは本当嬉しいので、そうなれるように、頑張ります、はい、
はい、飯田先生の印象があったんですが、もうガラッと違った柳田選手が見たような気がしますが、はい、しっかりと胸の内を明かしてくださいましたね。はい、いわゆる飯田節っていうのはね、ちょっと薄めかなと思ったんですけど、まあ、やっぱりここ勝負どころにかけるキャプテンの思いは伝わってきましたし、まあ、それだけオリックスのこと自分で言ってましたけど、それだけ自分が背負ってやってるっていう自覚を持って悔しかったんだろうなと思いますね。でインタビューに出てこなかったんですけど、藤本監督のことずっとファーム時代から一緒にやってきた背中で見てどう思うかって聞くと、やっぱりいろんなものを背負ってやってらっしゃるなと、だからなおさら胴上げしたいという気持ちはあるってことなんで、でも背負ってるのはギータも一緒ですから、本当に頑張ってほしいなと思いますよ、ここは。まあ、ギータである以上、ギータとしてチームの主軸として何をしなきゃいけないかというところでの彼の悩みの深さというのが言葉を通じて感じてきました。その分だけ、まあ、頑張ったらいいものが残っているというふうに思いますね。はい、まあ、柳田選手も自分が打てば勝てるとおっしゃってました。はい、その活躍でマジックを昨日は減らしたのでしょうか。早速試合ご覧ください。マジック7で臨んだ昨日のマリーンズ戦、ホークスは初回先頭バッターの三森がヒットで出塁すると、その後ランナー二塁とし4番柳田、初球を打ち上げセンターフライ、先制はできません。2回にはワンアウト満塁と大きなチャンスを作ったホークス、しかし回は見逃し三振、三森はセカンドゴロと、この回も得点のチャンスを生かせませんでした。近さん、まあ、ここでね、なんとかね、行ってほしかったんですけど、まあ、チャンスは作ってるんですけどね。はい、さ、ホークス先発は NPB 通算150勝に王手をかける和田、3回までノーヒットに抑えていましたが、4回安田にツーランホームランを打たれ、痛い先制点を奪われてしまいます。まあ、チャンスを逃してホークスはですね、ロッテの方は一発でこう決めてしまうという、剛君は非常にいいピッチングしたんですけどね。その裏デスパイネ、目の覚めるような弾丸ライナー、12号ソロホームランで1点差に詰め寄ります。続く5回もノーアウト2塁1塁と絶好のチャンスを作ったホークス、バッターは柳田、粘って9球目でしたがレフトフライに倒れてしまいます。その後デスパイネ、中村晃も凡退、和田の NPB 通算150勝はお預けとなりました。チャンスを作るもあと1本が出なかった昨日の試合、流れを変えたのはこの人でした。ギータ、打った瞬間ガッツポーズ、マックス集中できましたと、逆転のツーランホームラン、特大の一発で流れを引き寄せます。まあ、こんなのあんまり見たことなかったんですが、ここで打った瞬間の雄たけびと、そして一周回ってガッツポーズ、これね、インタビューでも言ってましたけど、3連敗オリックス、そこの悔しさというものを、まあ、中心として、まあ、ここをぶつけていったような、そんなガッツポーズでありホームランでありましたね。これで1点リードとしたホークス、しかし9回に守護神モイネロがソロホームランを許し、土壇場で同点に追いつかれてしまいます。試合は延長に突入、10回7番手の加山が勝ち越しのタイムリーを許し勝負あり、ホークス痛すぎる逆転負けを喫してしまいました。悔しいですね。では悔しすぎ、悔しすぎますよね。もうスッといったかなという感じもしたんだけど ね、難しい野球は本当、はい、順位表ですが、ホークスはマジックは7のままとなります。はい、バファローズとのゲーム差は再び0に縮まりました。まあまあ、まだ1位ですから、はい、頑張るしかないですよ。はい、まあ、でも昨日はこう柳田選手がこう逆転のツーランホームランを打った瞬間、はい、球場の雰囲気もガラッと変わって勝ったと思ったんですが、まあ、そんな勢いだったですよね。僕もそう思ったんですけど、なかなか点が取れない中、一発でこう、ね、結果を出して、そして、まあ、ギターが雄たけびを上げ、はい、そしてこのファンの皆さんが今まで詰まったものをボンとこう逆転をしたしというところで、本当に絵になるというか、この中にギターがいることが似合う選手だなというふうに思ったんですが、ただね、まあ、この後の流れですよね。
ただもう、まあ、いい流れでそこまで行ったんですよ。ですね。ここを僕は、思ったんですが、はい、ただ、はい、残念なのは数字がですね、はい、ホークスとして、はい、ヒットがですね、こちらです。12安打して3得点しか取れてないというところが、はい、まあ、そのミスがですねやっぱりあった。まあ、これは一人の選手だけを攻めるわけではないんですが、はい、特にこう印象的だったところがあったんですが、まあ、周東選手がねその試合の中でこのバントの場面が回ってきてるんですよ。1番から8番に変わってこれ失敗したんですが、キャッチャーもこのミスでノーアウトランナー3塁を作った。ですけどこの後が点が取れなかったという場面のとこと、もう1回また周東選手に回ってくる。今度は8回、6回と次8回ノーアウトランナー2塁で今度はバント、ピッチャー正面、サードでアウトという条件があった、はい、これはまあバント失敗したらシュートばっかり攻めるわけじゃないんですよ、はい、4回ぐらい得点のチャンスがあったところをやっぱりそこで1点でも取っていれば後ろのピッチャーも楽になったんで、この辺が非常に難しかったな、まあ、シュート次失敗したけど頑張ってくれと言いたいですね。そうですね、はい、まあ、得点圏にランナーを進めることが多かった分やっぱりこうあと1本がね、そうなんですよ、なかなかそこが一番でしたね。そうですね、はい、まあ、一方先発の和田投手は NPB 通算150勝がかかるマウンドでした。近さの目にはどう映りましたか？うん、非常に良かったですよ、まあ、先ほど本編にもありましたけれども、まあ、先にホームランで2点、ね、献上してしまいましたけれども、初回こそ苦しみましたがそれ以降はですね非常にいいピッチングをして、まあ、背中を見せていったと、先発ピッチャーがこれだけ頑張ってトントン、ね、ピッチングしていった、まだもう1回ぐらいいけんじゃないかなというところをもうねパッと切り替えて変わりましたけれども、74球本当に完璧なピッチング、本人としては先にやった点数だけが気に残ったっていうところはあったかもしれませんけどね。うん、まあ、和田投手自身も今季の目標に NPB 通算150勝上げることっておっしゃってますから、もちろんそうですよ、あそこに上がった時はもうそこは頭にないですけどね、はい、まあ、ね、150勝達成してほしいです。はい、さてホークス今シーズンは残り8試合となりました。優勝を争うバファローズの試合も盛り込んだご覧の表、今後の日程こちらとなっています。小鉄さん、はい、ズバリ優勝の条件はどうなりそうですか？残りホークスは8試合、バファローズは残り4試合となっています。いかがですか、はい、小鉄さん、はい、こちら優勝ラインと言われるものを一応、ね、出してみますけども、はい、今ホークスはマジック7点灯してます。でオリックスですね、で今、ホークスがだいたい勝率5割3分ちょっとなんで、まあ、それぐらいで見るとこの辺かなというところになってきます。でオリックスは残り4試合で山本由伸投手がおそらく2回投げる、うん、で、まあ、2勝は堅いかなというところで、まあ、この辺になってきそうかなと、この辺かなと言いますが、今年オリックスとの直接対決で、ホークス負け越しているので並んでしまうとオリックスが優勝です。ですからオリックスが2勝2敗ならホークスは5勝3敗3勝1敗と5勝6勝2敗と上がっていきますので、ちょっと負けられない、もうこれはもうどっちにしても数字だけ見るとですね悪い、はい、入ってこんもう数字が入ってこんな、 どうしたらこうしたら、もう、はい、頭が痛かったけど、とにかくもう勝たなきゃいけない、勝つしかないのよ、はい、本当 ね試合になってますけども、まあ、ホークスの最短はどうなりそうですか？はい、今ですね出ますかね、ホークス現状が最短がね29日なんですが、実はオリックスにもつきましたよ。オリックスはもう試合数と日程の関係でマジック出てませんが、最短は実はオリックスが早いですね、まあ、ということで条件としてはその前にホークスが負けてるってなったりするわけですよね、はい、連勝連敗ってもありますがっていうぐらいの状況なんで、もうマジックもないようなもんですね。だよね、はい、お互いにこの辺は本当だから、要するに両方のチームをもう負けずに勝っていかなきゃいけないっていう条件ですよね。はい、はい、苦しい、苦しい、はい、この状況ね、思い出す方もいらっしゃると思うんですけど、2014年に、はいはいはい、オリックスとねホークスがデッドヒートを繰り広げ、最終戦で決めましたけど、この時実は ホークスもここ優勝決める前1勝9敗ってすごく失速したんですよね、うんうん、でしたね、はい、でオリックスも負けに付き合って、はい、どっちも譲らないぐらい我慢比べになった状況ありました、はい、まあ、こちらもちょっと似たような状況になってきてますが、まあ、こうなるともうお互い見ながら、なりますが、もう直接対決ないんで、うん、もう本当に目の前勝つしかない、
まあ、あのマジックついて有利不利とか言うんではなく、どこのチームも楽なチームはないと思いますんで、はい、ご覧の通りです、はい、もう相手もそうですよね。マリーンズだったり、そうそう、ライオンズだったり、イーグルスだったり、もう5位までも大混戦ですから、要は勝ったチームの勝ちなのよ、残り試合。もうそんだけでしょう、要は。そうですよね、もう数字言われたらもう本当。オリックスはね、あの日程がちょっと緩いので、はい、あのこっち見ながらってことになって、10月2日最終戦っていうのが一緒なので、じゃあこの最終戦までもつれる可能性ももう全然あると思いますね。お互い見ながら決まってしまうと、調整も難しくなるし、はい、詰まったら詰まった分だけやっぱり苦しくなるし、どっちが有利とかないと思う。もうない、ない、はい、でホークスはね、今年あの3年ぶりにあのビールかけをね、はい、コロナでずっとできなかった、あの2年前はできなかった、ね、はい、あれをもう今状況によってできるように整えてるってことなので、うん、はい、その辺も含め、あのモチベーションしながらやってもらいたいと思います。で今日あのさっき入ってきた情報ですけど、はいはい、試合前練習に大関投手が合流しているということで、登録されるんじゃないかということで、中継ぎ厚くして勝っていこうということですね。総力戦ですね、はい、大関投手のピッチング見たいですね、はい、